吉安妻洋は、熊本県上間敷群鹿島町出身で、玉の井部屋所属の現役大相撲力士。本名は、石原洋。身長197センチメートル、体重170キログラム。血液型は B 型。最高位は、東前頭12枚目。得意技は、右4つ、より、相性はジャンボ。鹿島町立鹿島東小学校では、 剣道とサッカーを経験し、鹿島町立鹿島中学校では、剣道部に所属した。熊本農業高校に進学してから相撲を始め、3年生の時には全国高校総体の団体優勝に貢献した。その後、玉のいべやへ入門し、1996年1月場所において初土俵を踏む。執行名は、恩人のせいから1文字頂戴し、初土俵時から名乗っている。 三段目で苦労したものの、1999年5月場所に幕下に上がると幕下に定着し、2004年7月場所には東幕下ットにまで番付を上げたが、3勝1敗からの3連敗で3勝4敗と負け越してこの時は重量、昇進はならなかった。その後も主に幕下20枚目以内に定着し、2006年、 11月場所からは6場所連続で勝ち越し。特に2007年7月場所9月場所では、勝ち越しがかかった相撲で、滅多に見せない立ち合いの変化で、市原や総国来といった若手力士を破って、勝ち越しを決め、重量昇進へ向けた執念を見せた。そして、9月場所後の番付編成会議で、新重量昇進が決定した。30歳5ヶ月での、 新十量は戦後6位、年6場所になってからは、史上3位の年長記録である。しかし11月場所では4勝11敗と大きく、負け越し1場所で幕下へ陥落した。幕下陥落3場所目以降は常に幕下15枚目以内に在位しているものの、再重量にはなかなか手が届かずにいたが、2010年11月場所に、 東幕下4枚目で5勝2敗と勝ち越し、2011年1月場所に約3年ぶりに再び十両へ昇進した。同年5月場所では西十両13枚目で8勝7敗と、関取になって初の勝ち越しを決め、同年7月場所では大相撲やお調問題により多くの力士が引退した影響もあり、自己最高位となる東十両2枚目へと番付を大きく上げた。 その7月場所でも9勝を6敗と勝ち越し、翌9月場所において新入幕を果たした。初土俵から所要93場所での新入幕は史上3位のスロー記録となり、34歳3ヶ月での新入幕も戦後2位の年長記録となった。その9月場所では5勝10敗と負け越して1場所で重量へ陥落した。その後幕内と重量の往復を繰り返すが、 2013年、3月場所では西十両10枚目で5勝10敗と、大敗し、翌、5月場所において幕下へ陥落したが、翌、7月場所に1場所で十両へ復帰している。4度目の幕下陥落場所となった11月場所は、東幕下2枚目の地位で土俵に上がり、この場所は4番相撲で早々と負け越しを。 確定させるなど前半戦は大崩れしていたがそれ以降は7番相撲まで白星を重ね3勝4敗と踏みとどまった。しかし年齢による衰えは隠せず2015年7月場所には3段目陥落以降ばっかと3段目を往復していたが2016年5月場所以降は3段目での相撲が続いている。 なお、2015年7月場所限りで、極天法と和歌の里が引退した後は、関取経験者としては、最年長の力士になっている。初土俵以来、一度も休場せずに出場を続けた、ことで、一時期は、初土俵からの連続出場記録が、現役力士の中で1位になっていた。2014年3月場所終了時点で1位の記録を、持っていた、北都流が同年、 5月場所を休場して記録がストップしたことに伴い、同年5月場所終了時点で923回の吉安馬が継続中の記録に限ると1位になった。その後は2015年1月場所終了時点で959回となって、稀勢の里の記録を追い抜き、2017年3月場所限りで北都流が引退したことにより、現役力士全体でも1位になったが、 2018年7月場所終了時点で玉足が1106回で並び、翌9月場所で追い抜かれたことにより、2020年7月場所終了時点では2位になっている。2020年9月場所は9月10日までに玉の井部屋で所属力士28人中19人に新型コロナウイルスの集団感染が確認されたことにより、全所属力士が休場することになった。 これに伴い、吉弥島も初土俵以来初めての休場となり、初土俵以来の連続出場記録が1183回でストップしたと思われたが、その後事情を考慮し、休場とは扱わないこととされたため、一転して連続出場記録は継続することとなった。各界切手の超新力士として知られ、その体格から一部ではデビューの前後がはるかに逆転してはいるが、 和製、バルトと呼ばれている。42歳という年齢ながら、得意の右四つの方に持ち込めば、関取相手に通用する得意の力相撲を発揮できる。長身でありながら、腰高ではなくむしろ低く構える方が備わっており、それゆえに、左上手も取りやすい。左上手を引きつけて腰を落とし胸を合わせた体勢から出る相撲が、吉安妻の勝ちパターンである。 だが立ち合いが鈍く当たりも甘くなりがちであるため、幕内ではなかなか回しが取れず、負けるときは引っ張り込む悪壁に乗じられる場合が多い。長いリーチを生かして、遠距離から突くことで手堅く、相手を交代させる相撲も見せる。2021年5月場所終了時点、平成26年夏場所記録への招待、相撲2014年5月号、ベースボールマガジン社、49ページ。 平成26年名古屋場所記録への招待、相撲2014年7月号、ベースボールマガジン社、49ページ。平成27年春場所記録への招待、相撲2015年3月号、ベースボールマガジン社、67ページ。46歳の北鳥ら8人が土俵去る、引退力士一覧、日刊スポーツ、2017年3月30日。 2020年9月10日へ図覧。平成30年秋場所記録への招待。相撲2018年9月号。ベースボールマガジン社。55ページ。平成30年九州場所記録への招待。相撲2018年11月号。ベースボールマガジン社。53ページ。令和2年9月場所記録への招待。相撲2020年9月号。ベースボールマガジン社。 69ページ。玉のイベや集団感染空き場所、球場扱いに、救済策の可能性も本来は、黒星、毎日新聞、2020年9月10日。2020年9月10日へずらん。相撲部屋聞き書町、相撲2020年10月号、ベースボールマガジン社、88から89ページ。相撲部屋聞き書町、相撲20年11月号、 ベースボールマガジン社、80から81ページ。相撲2012年1月号71ページ。相撲2012年3月号58ページ。相撲2012年5月号59ページ。玉のイベアで2019新型コロナウイルスのクラスターが発生したため初日から休場。ありがとうございます。